ーザー牛串めっちゃうまい。これ柔らかくてうまいわ。はい、じゃあもう旅もね、これで終わりとなります。今からですね、道の駅米沢を出て自宅の方に向かいたいと思います。こちらの米沢牛入り、サラミをですね食べながら、帰らせていただこうと思います。味はねどうなんでしょうかね。ちょっと一個食べてみましょう。お、普通のサラミよりもう最初の一噛みが柔らかいと思う。うん、全体的にこう柔らかい、程よいしょっぱさとね、あの肉の旨味がかなり出てますね。あ、これは美味しい。くー、ソルティーレッジもうまい。それじゃあ帰りましょうかね。いやー寂しい、本当に本当寂しい。これはねきついよ、この寂しさは。いやでも本当いろいろありましたね。初日にまずね、あのカメラを忘れるっていう事態を起こして、そもそもの旅の日程が1日ね、丸1日ずれてしまいました。なのでまあ予定変更して、最初は大間の方に向かいましたね。マグロを食べに行ってですね、モニュメントの前でまあちょっとね動画やら写真やらっていうところで、楽しませていただき、お土産も買いました。神立ちめっていうね、まあ、放牧された大間さんにちょっとね会いに行ったんですが、あのタイミングが悪くですね、あの他のなんかツイッターの方を調べたら3時間前まではなんかね砲台のとこにいたみたいなんですけど、ちょっと僕の方ではちょっと発見することができずということでね、まあ残念だったんですけども、まあ次回ねまたなんかリベンジしたいなと思います。その後はですね下北半島を南下しまして、青森駅の周辺ですね、そこですね味噌カレー牛乳ラーメン、とか食べたりですね、あとはあのねぶたの家に、まあ、行きまして、まあ、ねぶた祭りっていうものを、まあ、少しでもね体感できたのかなと。迫力満点でした。あそこは本当に、行ってよかったです。2日目はですねバグトラックのキャンプにお招きいただきまして、社長さん含めて楽しい楽しい皆さんにですね、囲まれてキャンプを楽しみました。3日目はですねバグトラキャンプで朝食を、取らせていただきまして、その後解散となりました。その後ですね十和田湖周辺を観光という形で、まあこの日は移動は少なくですね近隣を観光させていただきました。いやでもねヒメマスが非常に美味しかったですね。塩焼きでもお刺身でも、これはねぜひ食べてことない方必見です。4日目がですね今度秋田の方に移動しておりまして、生ハゲが有名みたいでですね、いろいろと生ハゲのモニュメントを見たりとか、あとは入道崎っていうところの、まあ、灯台がちょっとまだ工事中でちょっと見れなかったっていうかね、まあ、あんな感じだったんですけども、すごいね芝生がこう海の方まで広がったりとか、もうなんていうのかな大絶景、っていう迫力満点のいい景色っていう感じ。あとはですね太陽が出てたので、まあ、ゴロゴロしてたら入道崎は5時間ぐらいいましたね。いやーだいぶいたな。で、入道崎を後にした僕は寒風山に行くんですけども、もうすでにですね暗くなってしまってまして、頑張って登ったんですが、いい映像はちょっと撮れなかったかもしれない。ここも明るいうちに見たい。夜景も綺麗だったんだけど、明るかったらめちゃめちゃ綺麗だと思う。ということでね次回絶対リベンジしたいと思います。あ、そうだそうだそうだ、僕があの生ハゲに変身したのもねなかなか恥ずかしかったですよ。周り結構人がいまして、まあ、僕も実際着てみたいっていうのがあったんでね、着させてもらいました本当にね気分が楽しかったですね。生ハゲの気分になりましたよ。そして本日ですね、道の駅米沢に、立ち寄らせてもらって、現在帰路についているというところでございます。さて自宅の方まではもうあと3時間ほどで到着します。本当に名残惜しくてですね、お家に帰りたくないところなんですけども、仕事がありますので、戻らねばなりません。まあ、僕は群馬からね来たっていうとね、ああそれはそれはゆっくりしててねということでね、すごくこうねぎらいの言葉とかもかけてくれてて、本当にね癒されましたね。旅先で僕に声かけてくれた皆さん、お世話になったレストランとかね、売店の方々、本当にありがとうございました。寂しい気持ちでいっぱいでございます。今回旅に出てよかったです。ツイッターの方でもですね逐一僕が上げてたんですけども、毎回毎回コメントくれてね、本当に嬉しかったです。なんかみんなで旅してるような感じの気分になりました。そして皆さんがその辺でコメントをいっぱいくれるので、僕もね行く先々でこうやっぱ写真を撮ってね、
皆さんに見せたい見せたいみたいな気持ちでね、ツイッターを更新していきました。いやもう本当に楽しかった。やばいねこれ、感無量です。僕の動画を見ていただいている視聴者の皆様、本当にありがとうございました。